アレクサンドル・ドミートリアビチ・ベグロフは、ロシアの政治家。現在、サンクトペテルブルク市長。アゼルバイジャンの首都バクー出身。1976年から2年間、兵役につく。兵役を終え、1979年から1985年まで、レニングラードの建設組織で、土木、管理部門で働く。この間、1983年。 レニングラード土木技術大学を卒業する。1986年レニングラード市、執行委員会建設、建築資材産業部長。1989年ソ連共産党レニングラード、地区委員会社会経済部長。1990年レニングラード市評議会、都心建設執行委員会副委員長。 1991年から1997年まで、ドクロ合弁企業、メラゼリの主任技師。この間、1994年には、技術科学博士候補の学位を取得する。1998年、サンクトペテルブルク建築建設大学上級研究、院。1999年サンクトペテルブルク市、クロートヌイク長。 2002年サンクトペテルブルク市第一副市長、市行政府事務長。ウラジーミル・ヤコブレフ市長の辞任に伴い、2003年6月から10月まで市長代行を務めた。同時に2003年から2004年まで、北西連邦管区大統領全県副代表と、与党統一ロシアサンクトペテルブルク市部書記を務める。2003年北西公共行政アカデミーを、 終了した。2004年5月27日からウラジーミル・プーチンの元で大統領補佐官、ロシア大統領府監督局長に就任した。2008年5月12日、大統領府副長官。2009年1月12日、ロシア連邦コサック大統領評議会議長。2012年5月23日、中央連邦管区大統領全権代表。 2017年12月から2018年11月まで北西連邦管区大統領全権代表。2018年10月3日からは再びサンクトペテルブルクの市長代行に就任。2019年9月8日の市長選挙で6割をコス票を獲得して当選し、正式な市長に就任した。九十五ゼー,ゼーファイゼー。 税税二十三、二千十二、七百四、税ファイ、六十四、四十五パーセント。イタルタス通信、https コロンスラッシュスラッシュ tass。ru スラッシュ polita i k。スラッシュ六八六六零四三二零。一九年九月十一日閲覧。ありがとうございます。